台風15号の最新の観測データが入ってきました。予報センターからお伝えします。21時現在の観測データになります。衛星画像をご覧ください。日本の遥か南東海上、こちらで雲が渦を巻き始めました。今日はかなりこうね、はっきりとした渦巻きになっていますけれども、今後かなり発達していくことが予想されます。発達する要因の一つとして海の温度、海面温度があります。かなりフィリピンの東海上、日本の南東海上は水温が高い状態になっていますけれども、先ほどの衛星画像を重ねてみますと、ちょうどこちらですね、赤色のエリア、29度から一部30度に到達するような水温ということになります。でこの台風の周辺を見ましても積乱雲がかなり発達していますので、この高い水温のところから水蒸気が補給されているような状況が見て取れます。今後の予想進路を見ていきたいと思います。今後は北西方向に進みまして、11日ごろ北東方向に向きを変えることになりそうです。現在21時現在の勢力は994ヘクトパスカル、最大風速は23メートルというふうになっているんですけども、台風が向きを変える転向点に到達する11日頃ですけども、この時には中心気圧940ヘクトパスカル、最大風速が50メートルで、強さの階級ランクが非常に強いという形になります。北東方向に向かって13日にはこの海域に到達しますが、925ヘクトパスカル、中心気圧はさらに下がります。階級としては非常に強いままということになります。父島、小笠原諸島がこの辺になります。この台風の影響を受けることになりそうです。ではその小笠原に向けて波の高さがどうなっていくのか見ていきたいと思います。左上が時間、そして波の高さを示すスケールは左側の方にあります。4メートルを超えるとしけ、6メートル以上が大しけということになります。もうこの段階で大しけというような状況になってきますので、父島近海は11日以降どんどん波が高くなっていくような、そんな状況になるというふうに想定されます。今後の台風、引き続き発達の動向を注目していく必要があろうかというふうに思われます。以上、台風15号に関する最新の情報をお伝えしました。詳しくはウェザーニュースアプリの方でもご確認できます。